みんな、そこまで。次は俺たち3年生と1、2年生の1対1の練習だ。はい。相手が3年生だからって遠慮せずにどんどん勝負するんだぞ。それにしてもこの暑いのにみんな元気だな。3年生はもちろん下級生も児童の猛練習についてきた連中だ。このくらいは平気さ。確かに厳しい練習だったもんな。ああ。お、次は佐野か。ケケケケ。それじゃあ俺は止められませんよ。佐野はさすがだな。あれなら来年の全国制覇も夢じゃないぜ。畠山どうした？いや、あっちの1年生なんだけどさ。ん？実力はまだまだって感じだな。けどあの1年生がどうかしたのか？あいつさっきから負けっぱなしなんだけど全然へこたれない。というかむしろ気合が入っていってるんだ。普通はあれだけ負け続けると元気がなくなっていくんだけど、ほらまた突っ込んでいっただろう。確かに闘志むき出しって感じだし、いい根性してるな。よし、そこまで。次は紅白戦だ。はい。練習もいいけどやっぱ試合だな。さあみんな頑張っていこうか。おい、よしよし。はっ。はっ。おりゃ。行くよ。佐野さん。
まあこんなものかな。お前いい動きだったじゃないか。3年生相手でもどんどん勝負に行ってたし、練習よりも本番に強いタイプなんだな。あれ、向こうから来るの監督じゃないか。うん、なんか慌ててるみたいだけど、どうして。よし、時間終わり。じゃあ今の模擬テストの答え合わせしようぜ。ちょっと待ってくれ。あと一問、姫氏、頼むたい。ダメダメ、テストは時間内に解かないと。サッカーと違ってアディショナルタイムはないんだぞ。仕方ない。はあ、この暑いロッカールームで受験勉強なんてほんとやってられないぜ。しょうがないだろう、自習室は満員だし、図書室は他の部が使ってるんだから。ああ、もう勉強はめんどくさいたい。わしもグラウンドに行ってボールを蹴ってこようかの。俺だってそうしたいけどさ、もう全国大会は終わったんだし、受験勉強もしないとまずいだろう。それはそうなんだけどさ、俺たちはサッカーの名門国見学院に行くって決めたんだろ。あそこは勉強もできないと入れないんだぞ。それにしても全国大会で南葛と戦ったのがまだ昨日みたいな気がするぜ。そうだな、去年からずっとあの試合のために頑張ったんだもんな。あの試合のために。そうだな。大変です。ニューヒーローリーグ。はい、さっきグラウンドに監督が来て言われたんです。来月アメリカでやるっていう国際大会の日本代表選手を選ぶためのエキシビションのリーグ戦で。さっきサッカー協会から学校に電話があって、俺たち平戸中も参加することになったんだって。
つまり代表選考会をリーグ戦でやろうってことか。なあ、そのリーグ戦って俺たち3年生も出られるのか。はい、1年生から3年生まで参加できるらしいですよ。へえ、それは面白そうじゃないか。これは勉強している場合ではないたい。そのリーグ戦、わしは喜んで参加するぞ。これは燃えてくるたい。姫路さん、姫路さん、もしかしてキャプテン、受験勉強から逃げようとしてません？あの様子だとそれもあるだろうな。うん、なんか言ったかの。いえ、別に。ところで森末、そのリーグ戦って平戸中の他はどんな学校が出るか聞いたか？聞かれるだろうと思ってちゃんと組み合わせ表をもらってきたぜ。の、さすが気が利くたい。どれどれ。へえ、全部で14チームの参加で7チームずつに分かれてのリーグ戦なのか。それで俺たちのリーグにはどこが入ってるんだ？南葛、東邦学園、大友。南葛に東邦学園だと。代表選考を兼ねてるってことはきっと力が近い相手を同じリーグに置いてるはずだよな。ということは南葛相手にあれだけ戦ったことが評価されたんだ。キャプテン、また南葛と戦うチャンスが来ましたね。おお、しかも翼のいる南葛だけでなく日向のいる東邦学園とも戦えるとは。強い者を倒すことが趣味のわしにとって最高のリーグ対。俺は思うんですけど、全国優勝した南葛と東邦学園のいるリーグで全勝すればこれはもう全国優勝と同じくらいの価値があるんじゃないですか？ああ、確かに。よし、みんな、このリーグ戦参加するからには必ず全勝するたい。ああ、なあ、大会の日程表ってあるか？あるよ、確かあった、これだ。東邦学園との試合は5試合目で、南葛とは最終日の最後か。しかし改めて組み合わせを見ると南葛と東邦学園以外は大したことはなさそうたい。どうも弱い者相手には本気で戦う気がせん。そこまでは軽く流しながら勝っていこうかの。なあジト、うん、せっかく面白そうな大会だからさ、全部の試合を全力で勝ちに行かないか？全部の試合を全力？俺も姫路に賛成だ。俺たち南葛と戦う時のためにほとんどの試合で力を隠してわざと接戦にして勝ち続けたけど、この前の南葛戦で平戸中の本当の実力をみんなに見せつけてしまっただろう。だから相手もそのつもりで俺たちに向かってくると思うんだ。うん、気合の入った相手にはこっちも気合を入れていかないと。たとえこっちの方が力が上だとしても足をすくわれることがあるかもしれない。うん、ありえないとは言えませんね。俺たちにとってこのニューヒーローリーグはきっと今度こそ中学サッカー最後の大会になる。だから今回は力を隠そうなんて考えないで、この1年間鍛え上げてきた全力を全国に見せつけたいんだ。うん、確かにすでにわしらの力は日本中に明らかになっとる。もう細かい策略を考える必要もない。ならば初っ端から圧倒的な力で、あ、よし、決めたたい。このニューヒーローリーグ平戸中はただの全勝ではなく圧倒的な全勝を目指して戦うたい。あ、よし、思う存分ピッチで暴れてやりますよ。強豪相手に全勝狙い、腕が鳴るぜ。なあ、俺たちサッカーの場合は
やっぱ足が鳴るになるのかな。いや、これは慣用句だから。全力の、それになあ、ジト。なんだ。せっかく圧倒的を目指すならチームに新しい選手を入れて戦力をさらに増やしてみないか。例えば今よりも攻撃の駒を増やして前線から圧力をかけるようにするんだ。そうするとより圧倒的感が出ると思うぜ。なるほどの。実は今わしもそう思っていたところよ。それに冷静に考えれば南葛や東方学園に勝つにはもっと戦力が必要たい。ああ、全国大会の決勝で見た南葛は俺たちと戦った時以上に強くなってる感じがしたよ。そうなるとその南葛と互角に戦った東方学園も同じくらいの強さってことか。しかも全国大会の時の翼は怪我で本調子じゃなかったけど今回は怪我を治してくるはずだ。それに東方学園のヒューガは凄まじいシュートを打ってくる。どう考えても簡単な相手じゃないよな。もちろん翼やヒューガは手強い。だが他の選手の実力も低くはない。戦力の補強は間違いなく必要たい。さてそうなるとどんな選手を増やせばいいですかね。佐野、お前はわしよりも1、2年生をよく見てるはず。見どころのありそうなやつはおらんか。1、2年生でですか。そうですね。ああ、います、います。1年生なんですけど、練習でも試合でも自分より上手い選手にどんどん勝負に行くし本番にもなかなか強い。あいつは見どころがあると思います。あいつか、確かにいいかもしれないな。ほう、そんな奴がおったか。ならばわしが直々にテストしてやるたい。練習終わりにすまんな。急な話だが、これからわしと1対1で勝負してもらうたい。のっ！がっ！喧嘩でわしに勝つというのか。これは甘く見られたものたい。ま、わしが見る限りお前の体は格闘用にはなっておらん。到底わしには勝てんよ。と、そんなことは今はどうでもいいたい。勝負というのはサッカーの話よ。さあ、準備せい。ほら、どうした。これでわしの20連勝たい。さすが児童、1年生相手でも容赦ないな。けど見てください、あいつの目もまだ死んでませんよ。あれだけやられてまだ闘志があるのか、すごいな。児童、そろそろ学校を閉める時間だ。仕方ないの。これが最後の勝負だい。お前の勝負にかけるど根性、わしに見せてみ。
その気迫は。お、すげえ。あいつがキャプテンに勝った。なるほどの。どんなに相手が強くても立ち向かう根性、そして土壇場での気迫と力、佐野が認めるわけだい。お前の力はよくわかった。実はもうすぐ新しいリーグ戦が始まることになってな、平戸中も参加することになった。当然わしらは全勝を目指すが、同じリーグには南葛や東邦学園もいて、激しい戦いになるのは目に見えておる。そこで新しい戦力を入れることになってな、お前をテストさせてもらったのよ。確かにお前は今のチームに入るにふさわしい選手、そのことがよくわかっただい。お前は明日からレギュラーチームに昇格たい。新しい大会に向けて徹底的に鍛えてやる。覚悟しておくたい。その意気だぜ。それじゃあ明日からニューヒーローリーグ全勝に向けて猛特訓を始める。みんな覚悟してついてこいたい。ああ、夏にもう一度このスタジアムに来るなんて思いもしなかったぜ。ほんと、人生って何が起きるかわからないもんだな。ふぅ、それにしてもこの何日かの練習はマジできつかったぜ。児童の猛特訓は久しぶりだったからな。でもそのおかげでなまってた体がちょっと元に戻ったよ。なあ、毎日かなりキャプテンにしごかれてたけど体は大丈夫か？そりゃそうだ。でもなんだかんだキャプテンについていけたんだから、お前も大したもんさ。そろそろ開会式が始まるたい。みんな行くぞ。ああ、サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策では、それらの国々と戦い続けられるだけの力。はい、選手を大きく成長させるもの、
そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば、選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。さて、いよいよニューヒーローリーグの始まりたい。わしらの目標は圧倒的全勝。南葛だろうと、東方学園だろうと、鍛え上げた力で蹴散らすのみ。点差がどうとか小細工は一切いらん。思う存分ピッチを暴れ回って、平戸のサッカーを見せつけようたい。ああ、お前はこれがレギュラーになって初めての試合たい。緊張はしとらんか。ほっほう、もうそれを心得とるのか。戦いの前に緊張するは当たり前。勝負に勝つのはそれを力にできた者たい。期待しとるぞ。さて、そろそろ行きましょう。おう。平戸中、お前たちのことはしっかり研究させてもらった。あの南葛をギリギリまで追い込んだ戦い方は見事だったが、俺たちには通用しないぜ。何がおかしい。わしらもお前たちを研究した。だがその結果、どう考えても平戸中の勝ちは揺るがんかったたい。何？わしらの本気を解くと見せてやる。覚悟しておくたい。その言葉そっくり返してやるぜ。まずは挑発して相手のペースを乱す。順当な作戦ですね。それもあるが、初っ端から奴らの本気を引き出した方が面白くなると思ってな。なんだ、そういうことですか。それなら俺たちも最初から飛ばしていきましょう。お前1年生らしいな。だが年下でもうまいやつはうまい。そのことを俺たちもよく知っている。容赦はしないからな。挑発してくれとはいい度胸じゃねえか。敵の弱点から容赦なく攻めるのが俺たち明和東のサッカーだ。覚悟しろよ。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。平戸対明和東、舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、平戸、4人で中盤を構成する形になっています。攻守に圧倒的なパワーを見せつける巨漢ディフェンダー慈瞳くんが中心的存在。攻撃陣では小兵のカルバタシ佐野くんのテクニックが光ります。そしてアウェーサイド、明和東、4人で中盤を構成する形になっています。エース沢木くん、キャプテン成田くんを中心に
非常にまとまりのあるチーム。そして全員一丸となって特攻する。今キックオフです。佐野くん、高いひょいとかわした。堀くん、激しいタックル。それ野田くん、スライディングでカット。パスをもらった。佐野くん、カヌーのような動き。敵陣へ攻め込む。高いひょいとかわした。体ごとぶつかっていった。行くぞ佐野くん、ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。佐野くん、巧みにひょいとかわした。シュートだ。パントキックで大きく蹴り出した。成田くん、パスを回す。抜き去った。舘野くん、このスライディングが決まった。佐野くん、カーブワンダスのような動き。巧みにひょいとかわした。佐野くん、回転をかけてシュートを放った。これはキャッチできない。パスをもらった。明和東、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。チャージが決まった。ほら、もらったパス、横にかわして突破。渾身のシュート。ここからシュートに持っていく。ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。明和東、相手の守備が整う前に一気に決めたいところ。あっと奪い返した。パスを回す。ここでパスカット。タックルが炸裂。チャージが決まった。ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。体ごとぶつかっていった。あっという間に練習の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。佐野くん、カーブ渡しのような動き。鋭い縦をかけてゴールを狙う。このボールに飛びつく。村沢くん、これはキャッチできない。ノーラ、かわして振り切った。佐野くん、ここは抜かせません。ロングパスだ。パスを回し、横をスピードだ。高木くん、スライディングでカット。体ごとぶつかっていった。神藤くん、なんという破壊力だ。まさにアスカラスカーだ。神藤くん、一体シュートを放った。ここだ。あと、シュートコースを変えた。これがネットに突き刺さる。佐野くん、なんだ大したことないな。ここだい。いっぱい。ここだ。見えた。そら、平戸、ここで作戦を変えてきました。チャージが決まった。いかん。横をすり抜けた。止められない。ドリブルと見せかけてパス。それ佐野くん、巧みにシュートを出した。鋭いスライディング。パスを出します。神藤くん、ここは抜かせません。まさに発砲がないのだ。敵陣へ攻め込みます。神藤くん、豪快シュート。佐野くん、このシュートを頭で取った。これはキャッチできない。佐野くん、ここは抜かせません。回転をかけてシュートを放った。宮沢くん、横に飛んだ。あー、弾きます。佐野くん、こぼれ球をキープ。センタリングを上げた。これは一球だ。空高くで火花を散らす。堀くん、この対決をものにした。体ごとぶつかっていった。このタックルは不発に終わります。このパスは通らない。なんという破壊力だ。まさに走るダンプカーだ。神藤くん、豪快にシュート。これは反応しているぞ。
村沢くん、これはキャッチできない。パスを決めてチャージが決まった。両雄ここで激突。両者譲らずボールは真上、空高くで火花を散らす。弾いた、ワールダッシュ成功。シュートを放った村沢くん、ボールはまだ生きている。よし、平戸前半を終えて一歩リード。しかし試合の行方はまだまだ分かる。さあ後半開始、鋭いスライディング。よし、佐野くん巧みにシュートかわした。軽業師のような動き。平戸闘志を持ち出して、相手チームへと向かっていく。見てやる、敵陣へ攻め込む。佐野くん軽業師のような動き、巧みにちょいとかわした。そんな、佐野くん回転をかけてシュートを放った。村沢くん横に飛んだ。石井くん、これをトラップ。ここで止めた、かわして振り返る。そこだ、右手にかわっていく。高木くんタックルも決めた。森末くんボールを奪った。横にかわして突破。森末くん次々にかわしていく。ゴールを狙う。クロスを奪い返した。このスライディングが決まった。明和東、ここでスライディング部隊が本領発揮。このタックルは不発に終わります。ここでオフサイドの判定。フリーキックからのリスタート。平野、これは戦い方を変えてきたようです。高木くん、パスを味方に送る。パスプレーが炸裂。長岡くん、ここは抜かせません。佐野くん、軽技のような動き。あっと奪い返した。空長岡くん、激しいタックル。ここからロングフィードを送った。成田君、激しいタックル。チャンスが決まった。ジトコン、なんという破壊力だ。まさに走るダンプカーだ。シュートで必殺のシュートを放った。村沢君、このシュートに反応している。狙いすましたシュート。このくらいちょろいね。ロストダウン。このボールをコントロール。スライディングで止めた。もらったよ。かわして振り切った。佐野さん、ここで大きくサイドチェンジ。巧みにひょいとかわした。よし、軽技のような動き。ドリブルでボールを運ぶ。佐野くん、巧みにひょいとかわした。軽技のような動き。止められない。両者激しく激突。両者譲らずボールは真上、空中でぶつかり合う。このボールに飛びつく。村沢くん、ボールはまだ生きている。やった。佐野くん、激しいタックル。センタリングに合わせる。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。パンクをもらった。中条くん、タックルも
決めた。左へ預けます。このパスをトラップ。よっしゃ、まさに走るダンプカーだ。ドリブルでゴール。まさに走るダンプカーだ。コンタクトテープに持っていく。村沢くん、このシュートを正面から受け止める。ここは抜かせません。平戸、闘志を向き合いにして相手チームへと向かっていく。止まるかよ。佐野くん、カネキスのような動き。巧みにちょいとかわした。ここは抜かせません。クラッチが決まった。ここでパスカット。ほら、堀くん、スルーパスを狙う。タックルが炸裂。まさに走るダンプカーだ。堀くん、タックルを決めた。そら、野田くん、このスライディングが決まった。野田くん、ロングパス。まさに走るダンプカーだ。なんという破壊力だ。行きたい。ジュくん、ゴールを狙う。と、止めた。この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。よし、勝ったぞ。まずは一勝だ。くそ、平戸中のサッカーがここまでとは。それはこちらも同じよ。明和東のサッカー、わしらの考えていた以上だったたい。今日は俺たちの負けだ。だが次は必ず勝つ。高校でまた勝負だ。おう、また高校で戦おうたい。それじゃあお互いこの先も頑張りましょう。Sueños de campeón, Benji Oliver. El fútbol es su pasión.